チャオ、あちゃんです。今日は フッ素系樹脂配合強力タイプ副ピカ水なし洗車ワックス2度拭き不要ってやつね。これ使って、水なし洗車をしたいと思います。でも冬寒いでしょ。だからもうこんなにすごい汚れてるけど、もう冬場ってすごいよ、車汚れんねんけど、洗うん嫌でしょ。寒いし水かけんの、水かけたら凍っちゃうしで、夏場も夏場でね、水は気持ちいいけどさ、かけられへん。こう今日あっちゃんちょっとね、宇田市のドームの駐車場を借りてやってんねんけども、こういうドームの駐車場です。こういうとこ借りて撮影するんだけど、こういうところで水まかれへんからね。だからちょっとこういう汚れを福ピカで水なしで洗車してみたいと思います。まずこれね、よく振ります。で洗車、水洗いも一緒やねんけど、コツはワンパネルずつやることで、これオンにして、じゃ あんまりね広範囲にやっちゃうと乾いちゃうんで、ね、乾く前にほんまは水洗いした方がいいね、こんな汚いよね。でもどれぐらい水洗いなしでいけるかやってみたいと思います。まずドアから、拭きつけて拭き取っていきます。黒毛とかの車とか傷が気になる方は、こんな汚い、水で一回洗った方がいいよ。で、どうしても水使えへん場合はちょっと多い目に拭いて、で拭き取っていきます。あんまり火当たることやると乾くんで、あんまり広範囲にやらない。二度拭き不要って書いてあるけど、一回裏返して一見乾いた方で拭くと艶が出るんで、ではこれ今一回拭いただけ、こんな感じ、ね、でここ拭いてないところ汚いのよ、わかる？画面でわかるかな、ここ汚いのね、下とここね汚いね、汚いでしょ。これはね、こんなピカピカこんな感じです。わかるかな、映り込みのね。はい、そんな感じです。ではちょっと洗車していきましょう。ではちょっと頑張ります。あんまりも汚いです、上げないとね。ソフト99さんの福ピカやから、普通にホームセンターで売ってます。あちゃん、こうなんで買ってきました。ないでしょ。まあ水洗いするのが一番ベストだけどね。一回ざっと拭きましょう。タオル地べた置かん方がいいよ。タオル地べた置くとね、地べたの砂利を拾う、その砂利で傷つけちゃうから、で、ね、髪を縛っときます。綺麗になったね。見違えるわ。
後ろも行きましょう。めんどくさいからこうやって後輩に一気に行きたくなんねんけどね、あんまり後輩に行くと塗ったやつが乾くしね、太陽の熱とかで裏になんねんね。当てられてる掃除すると気づくんやね、これね。これで気を入れてやるとね、前からまだ仕上げてへんから。よいしょ。タオルはね、何枚かある方がいいね。いっぱいあって気を入れた方がいいんだけど、3枚にしか買ってきてないから、窓も拭きたいからね。いかがでしょうか、これ水なし洗車です。綺麗でしょ、簡単でしょ、時間もそんなかからへんし、多分喋らへんかったら10分かからへん。簡単ね。結局ガラスにかけるんだね。ガラスにはかけるなって書いてるから、かけるほうがいいでしょう。これはね、撥水効果3ヶ月らしいね。どれぐらいもんか試したいんでね。ここはね、コンパウンドがなきゃいけない。爪でどうしても傷つけちゃうから。特にね、女性とか爪の長い人はガリって削っちゃうね。結構綺麗だったね。まず半面をやります。でないとね、乾いてきちゃうんでね。もう乾いてきた。乾いてきたらね、たっぷり濡らしながらやった方がいいんでね。こんな感じで、特にやらなくてね、火に当たってくれればやるとダメだね。熱で乾いちゃうから。
級ないから。高速走る人はどうしてもね、飛び石もらうね。仕方ないね、もうそれは。どうしてもね、もらっちゃうから。割れへんこと祈って走る。どうしても、ダンプから引きずって走るとかね。あなたにこっちを切り上げてあげたい。ええの、飛んでくるしね。後ろは走らないこと。飛んでくると、あっさり抜いてしまうから。下に落ちていくから下から行くとね、落ちたとこが汚れていくんで、基本上から、それとワンパネルもね、おおよいしょ、飛んないな、もう飛びがかんたかんな。戦車いらずなんかな、ちょっと心配やけどね、そんなに効かへんと思うけど期待はしてないやけどね。5月ゴールデンクールまで明日行くよ。今日は無理でしょ。
開いてるな、これ。本当壊れてなかったもんな。結構ひび割れてるじゃんか。もう一枚多分買わなかった。次じゃあその時はタオルを多いめに使いましょうね。溶剤はね、あんまりボディに残さない方がいいね。綺麗に拭き上げる方がいいね。一回なんか見てみてください。何やってんのかな、気にしない。昨日のバンパーとか当てるのに見てるから気にしないで。周りをくるっと一周じゃなくね、まずボディの上側をね、で最後にね、もう一回もう一周して下側を拭かないと砂利がね、砂利平ってボディ気をつけてください。みんなは気をつけてください。ちょっと面倒くさいでやるけど、実はね、ぷーちゃんね、こんだけ天井はね、これ拭いときます。
39の強力タイプ副ピカ水なし洗車ワックス2度拭き不要、全色対応フッ素樹脂ですね、約90日間持続の高耐久で、水なし洗車で画期的な撥水力を実現、すごい水はじき3ヶ月防水使ってみました。これがどんな感じになるか3ヶ月後楽しみですということでね、今日のなっちゃんの洗車この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日なっちゃんのプーちゃんの洗車水なし洗車これ良かったよと思ってくれる人は高評価をで、ね、これ気になる人、リンク貼っとくんでよかったら買ってみてください。ホームセンターでも売ってるんでよかったら使ってみてください。ね、このなっちゃんのカーメンテナンス動画良かったよと思ってくれる人はチャンネル登録してください。これからもカーメンテナンス動画出していこうかなと思うんで、その時はよろしくお願いします。またね、バイバイ。